いいアイディア思いつくねどんどん脱藩っ,ってほしいな韓国新日生産はい韓国にある日本的なものは次々破壊して取り除いていこうという運動をするらしいですよいいアイディアだねどんどんやってほしいわじゃあハングルもなくすのかしら一射機ビビンバもなくしてほしいわあれ日本人が考えたんだから 韓国りだっあ日本ですからね、教えたのあそう、ソウル大学もなくしてほしいよねあれ日本が作ったんだからあ下水もそうね地下鉄もそうねあと何えー、いろんなえと、ーえーえーえー、鉄道あれほとんどえー、日本ですからあ全部なくしてもらいましょうかあ唐辛子もね秀吉が教えたんだからはい、韓国から全部唐辛子なくしてもらいましょうっていうか韓国そのものがもうなくなるよね いや、いいんじゃん日本的なものを全部配慮してもらいましょうかあとね、しあの学校新日生産って言うけど、学校自体日本が作ったんだよ。大体ね、韓国のね、統治が始まった時えぜあの、朝鮮半島全土でね、小学校なんか10校もなかったんだから。何千も作ったんだよ、日本が。韓国の学校なんてね、日本が作ったんだから。そうよ。あソウル大学って帝国大学だったんだよ。そうよ。 ハングルだって日本人が教えたんだから。いいアイディアじゃないこれすごいいいアイディアじゃない韓国で新日生産。日本的なものをなくそうって、ものすごいいいアイディアだと思うの。みんなで応援しようよ、これ。ねえ。やってほしいわ、マジで。はい。じゃあ当然、復活水素も <laughs>、復活水素もいらないよね。いいんじゃん <laughs> じゃあ日本的なものを全部なくした時き何が残るわけ見てみたいよね <laughs> か稲作もそうだよ朝鮮半島に稲作を教えたのは日本人だからね言っとくけど <laughs> <laughs> マジでやってほしいわ本当にじゃあとにかく読んでみますかはい「韓国学校も新日生産」えー「最終と統治痕跡消す」 条例成立学校内に残る日本による朝鮮半島統治時代の痕跡を日「日程残し」と称して清算しようという条例案が韓国南部最終党で全国で初めて可決されたことが分かった。素晴らしい 文在寅大統領が親日の生産を掲げる中親日派が作ったとされる効果の変更などの動きが進むが最終党では条例で各校のシンボルとして親しまれてきた木まで切り倒されるのではないかという混乱を運動条例は日程共戦期の植民残差生産に関する条例案として与党ともに民主党議員らが。 最終同議議会会に提出6月20日の本会議で万丈一で一可決成立素晴らしい、えー、同教育長によると日本統治からの独立を目指した三一運動から今年100年を迎えたのに合わせた取り組みで公明や公歌日本時代の日本人校長らの写真や銅像に加え朝礼や敬礼といった日本時代から続く習慣や用語がの、えー、残っていないかを調査し場合によってはなくすための法的根拠となるものだ。 その対象に多くの学校で香木,木,、ね、木に指定されシンボルとして親しまれてきた常緑針葉樹が含まれることが波紋を呼んだ韓国でこの木は1910年の韓国併合と前後して日本から持ち込まれた朝鮮辛辣の象徴と信じられてきた。 今年2月には南東部慶昌南道の教育庁の玄関にあった木が引き抜かれ別の木に植え替えられたソウルや中部の太、えー田,ね、田にあり戦没者らを埋葬した国立建築院や国会周辺の一部でも植え替えが進められてきた最終棟では公木に指定している小中高校が21校あり計2153本も植えられている 条例化に先立ち、韓国最大手紙の朝鮮日報が、一斉伐採の危機と報じたことで、学校現場に不安や反発が広がった。教育長幹部は、環境の一部でもあり、絶対なくせという趣旨ではない。いや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 、一度言い出した以上、諸子貫徹、あらゆる日本の影響のを受けたものを徹底的に排除してもらいましょう。ねえ。 みんなで応援しようよ。頑張れ頑張れ日本からエールを送ってあげましょう中途半端は良くない。言い出した以上徹底的に、ね、木、木もそう、銅像もそう、校舎も猫こそぎ、ね、根こぎ破壊してもらいましょう、ね。条例に基づき設置され、専門家らからなる残殺生産委員会は、 方向性を示すだけで別の木に植え替えるかそのまま残す方は各校の判断に委ねられるとも説明する文氏は3月の産日運動を記念した演説で「新日残差の生産は先延ばしされてきた宿題だ」と述べ国家の義務であり正義だと強調した国のトップが生産の旗振り役なだけに判断を丸投げされた形の教育現場ではしばらく混乱が続きそうだということですごいですね日程残しですよ えー、残りかす誰か書いてたけどそのかすにものすごい恩恵受けてきた人たちってなんなのかす <laughs> <laughs> ですらない <laughs>、えー、ねえいやー面白いねよくこんなアホなこと思いつくねそうですよーうーん だだからウリジナルなんだよ日本の影響を受けたものしかないからさだから桜もね私たちのものだとか,か漢字だってねえ朝鮮発だとかね安倍政権も韓国発だとか言っちゃってるわけですから <laughs> <laughs> だからないからさ必死なのよ <laughs> <laughs> いやー面白いね 残死なんとか委員会とか作っちゃうわけよ。この効果は。これは日程時代に作れたものだとか言って、排除せいとかやっちゃうわけでしょ。もう、復活化水素いらないっしょ <laughs> もう本当やってほしいわね。これね、意外と知られてないんですけども、石焼きビビンバ、日本だって言いましたよね。ビビンバはもともとあったんですって、韓国に。でも、石焼きビビンバを考案したのは日本人なんですよ。 で韓国にねなんかちょっとでもなんか土産になるものがあったらいいよねって言って浅草海苔の作り方を教えたんですねそれがあの韓国海苔なんですねで君たちごま油とか好きじゃんって言ってじゃあちょっとごま油塗ったらおいしいんじゃねって言ってごま油塗って節を振るってとこまで日本人が指導したわけですよええー、<laughs> それをもうやめてもらいたいわねえー、徹底的にやってほしいわね本当に楽しみだなこれどうなんのか 武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げわかりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね